クレイトン・エイブラムス。クレイトン・ウィリアムズ・エイブラムス・ジュニア。クレイトン・ウィリアムズ・エイブラムズ・ジュニア。1914年9月15日から1974年9月4日はアメリカ合衆国の軍人。1968年から72年までベトナム戦争におけるアメリカ軍の軍事作戦を指揮した。彼は1972年から74年の死の直前まで アメリカ陸軍参謀総長を務めた。1914年にマサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれた。父親は鉄道車両整備後県農民であった。1936年にカナダ人のジュリア・エイブラムスと結婚した。彼女はアーリントン・レディーズを設立し、人道問題に対し多くの時間没頭した。彼らには三人の娘及び三人の息子がおり、 息子はすべて陸軍士官になった。また、娘のおのおのは陸軍士官と結婚した。1936年にウェストポイントを卒業した。彼に先んじて陸軍参謀総長などになったウィリアム・ウェスト・モーランドと同期であった。1936年から1940年まで第一騎兵士団に配属され、1939年に 中尉及び1940年に臨時大医に昇進した。騎兵化の発展初期に総工士官となり、1940年に第一機構士団の戦車中隊長を務めた。第二次世界大戦中に彼は第四機構士団の連隊副官として配属され、大隊士揮官、第37機構連隊の専任士官を務めた。士団の再編成により、新たな大隊、 第37戦車大隊が創設され、彼は1945年3月まで同大隊の指揮官として、師団の戦闘コマンド B を指揮した。この間に彼は1943年3月に臨時少佐、1943年9月に中佐に昇進した。この間の大半、彼の部隊は第4装甲師団及び第3軍の戦法として多くの戦闘に参加した。 また彼は活動的な戦車指揮官として有名であった。彼はその指揮官としての能力と信頼性が高くわずかに高速な車両を用いることで優れた走行と兵器を備えたレンドの高いドイツ軍を打ち破ることができた。エーブラムスは積極的で成功した走行指揮官として知られていた。ジョージ・パットン将軍は彼について私は陸軍で 最高の戦車指揮官ということになっているが、私には一人の仲間がいる。エーブ・エイブラムス。彼は世界チャンピオンだ。と語っている。エイブラムスの部隊は第二次世界大戦の間、頻繁に第三軍の戦法を担当した。エイブラムスはバルジの戦いにおいて、バストーニュで包囲された第百一空挺師団への救援部隊指揮官の一人であった。 1945年4月23日に、ウィルラング・ジュニアは、ライフ氏に、カーニル・アベと題された彼の伝記を執筆した。戦後彼は、陸軍参謀の気構学校で戦略部長を務め、フォートレブン・ワースのアメリカ陸軍式幕僚大学を1949年に卒業した。彼は1945年に、臨時大佐に昇進していたが、 第二次世界大戦が終わると元の中佐に降格した。その後彼は第一不評師団の一部である第63戦車大隊をヨーロッパで指揮する。彼は再び大佐に昇進し第二機構連隊を指揮した。これらの部隊は冷戦下におけるソ連の西ヨーロッパ侵攻に対する重要な抑止力であった。その後彼は陸軍戦争大学に入学し、 1953年に卒業した。彼はヨーロッパへの配属及び陸軍戦争大学への入学で朝鮮戦争には遅れて参加することとなった。彼は朝鮮半島において第1、第10、第9軍団の参謀長を務めた。朝鮮戦争後、彼はフォートノックスの兵器センターの参謀長を務めた。彼は順序に昇進し、 ペンタゴンの予備軍構成部隊の参謀副長であった。1959年から60年まで第3機構師団の副師団長を務め、60年から62年まで師団長として同師団を指揮し、少々へ昇進した。その後彼はペンタゴンの作戦担当陸軍参謀次長に転任し、続いて中将に昇進し、ヨーロッパで第5軍団を指揮した。 彼は1964年に大将に昇進し、陸軍参謀次長に就任する。しかし、当初は参謀総長候補の一人として考慮されていた。ベトナム戦争での戦況の変化から、彼は1967年5月に陸軍士官学校で同期であった、ウィリアム・ウェスト・モーランド将軍の次席司令官に任命され、1968年6月には陸軍参謀総長となった。 ウエスト・モーランドの後を継いで、ベトナム県米軍の最高司令官となった。彼のベトナムにおける指揮は、前任者ウエスト・モーランドによる楽観論から着目されなかった。1968年の大統領選後に就任したリチャード・ニクソン大統領は、ニクソン・ドクトリンで表明した、ベトナム化を推し進めた。ベトナム化とは、ベトナム戦争におけるアメリカ軍の関与を次第に縮小し、 戦争を南ベトナム政府軍に任せることであった。彼は1972年6月にウエストモーランドの公認としてアメリカ陸軍参謀総長に指名されたが彼の部下が命令に不服従を行ったことで政治的な影響を考えた上院によって1972年10月まで承認でなかった。就任後彼は肺眼で1974年9月に 在職死するまで同職を務めた。彼が参謀総長の間にアメリカ陸軍は徴兵制を停止し志願制へ移行した。彼はアーリントン国立墓地に妻と共に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。